業とするっていうのは本当にやめてください。これはすごく大事なところで、多分テレビではそんなに大きく言ってないところなんだけど、はい、皆さんこんにちは、隊長です。今回はさあ隊長、はい、南海トラフの注意報が解除されてしばらく経つんですけど、うん、そうやね、南海トラフ臨時情報が8月8日に発令されて、はい、もう1ヶ月過ぎだね。はい、はい、でもうこの時期が一番こう油断しちゃう時期というか、うんうん、そういうところもあると思うんですけど、まあいろんなテレビで言ってるよね、油断しないでくださいっていうところね。はい、うん、で、まあ、いざ津波が押し寄せた時に、うん、多分僕もパニックになってしまって、うん、もう何が何かもう分からんようになってしまって、うん、こうやったらあかんこととか平気でやってしまいそうな予感がするんですけど、まあそうだね。例えば大津波が来ます、うん、警報もブー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 なってますってなると、うん、パニックになっちゃうからね。なのでここで改めて隊長に津波の時に絶対これをやったらあかんっていう行動をちょっと教えてもらいたいなと思いまして、あ、津波での津波が発生した時にやってはいけない行動。そうです。ランキングから発表していこう。はい、これやったことないしね。はい、じゃあまずちょっとおさらいしていくと、南海トラフっていうのはそもそも活断層の内陸型の地震なのか、うん、海で起こる海溝型の地震、どっちですか？海溝型。そうやね、内陸型っていうのが阪神淡路大震災とか首都直下型とかのように、うん、内陸で起きてる活断層で縦揺れがブワーって短時間に破壊的に揺れる、うん、これが内陸型の特徴、うん、ただ南海トラフとか東日本大震災とかっていうのは海溝型の地震ですと、うん、この海溝型地震っていうのはプレートとプレート歪みがね、こうやってブーってプレートって動いてるから、うん、ブーって歪みが溜まっていって、それがパンって解放された時に波がそっちに行くわけよ、はいはいはい、だから海溝型の特徴って大津波が来るよね、うん、OK、 ここまで整理するね、はい、でもう一つ整理するね、はい、皆さん水面でお風呂で入ってる時に、うん、手を一回こうやってくださいと、うん、こうやった時どうなるかっていうと、うん、波は1回だけ来る？何回か来る。何回も来るよ、はいはいはい、ここ、はいはい、だからまず絶対やってはいけない NG 行動のランキング1位で言うと、うん、大津波が来ました、なんとかなんとか命助かった、うん、はぁ、あ、と思って油断をしてしまって家に戻ってしまうとか、あ、ちょっと別の場所に移動してしまうとか、あ、こういうのは本当に多くの方の命奪われる危険性がかなり高いと思ってて、海溝型地震っていうのは海で起こるこれですと、うん、揺れも長時間揺れていく、うん、この間にどうなるかっていうと、うん、津波は1波、2波、3波、4波って来るわけよ、うん、これをやっぱり理解してない方が多い印象だから、まずは津波の1波が来て自分の命が助かったとしても2波、3波来るよっていうのを頭に入れて避難しておくってことが大事ね。うん、OK、 はい、はい、じゃあ2つ目で言うと、はい、何かというと車で避難をするっていうことね。ほうほう、はい、もうこれランキング2位ちゃう。もうやっぱり津波イコールもう車で避難するっていう方がまだまだ多いと思う。なぜかというと津波って猛スピードで来る印象あるやろ、はい、で自分の足より車の方が速いやんって思っちゃう。うん、やっぱりね、だから車で逃げた方が速いし、みんなと一緒に逃げれるし安全と思ってる方がかなり多いと。自分がダッシュして5分間走るのと、うん、車なんかそんなん30秒で着くやんと、うん、1分で着くやんと、うん、そうなんやったら車1分乗った方が安全やんって、実際僕の防災講演とかでね、皆さんと話す機会があってそうやって言われたもん、うん、けどそれは絶対違う。まず車で避難するともう街中がパニックになってますと、はいはいはい、その中で地震っていうのは電気、水道、ガス全部止まりますよっていうことをまず思い出してくださいと、うん、なんかインフラがストップしちゃうと、これがどうなるかって交通事故が発生したり渋滞が発生したりとか、もう大変なことになってると、人が人を引いてしまったなのか、車と車が正面衝突してしまったとかで渋滞が起こってるとか、信号機がないからね、やっぱりみんな早く逃げたい、だって外はずっとブーって無線になってんね、はい、だからまず車でなると逃げ遅れになってしまう。だからもうこれは本当に NG ね。とっさに車で乗る人多そうですね。そう、じゃあ、うん、で津波の速さは簡単に言うとどれぐらい？津波の速さ、うん、分かりやすい例で言うとね、はい、オリンピックの選手よりも速いって言われてる速さ、だからオリンピックの選手ボルトがね、はい、迫ってくると皆さん逃げてください、はい、と絶対無理です、絶対無理やろ、絶対無理、だから車に逃げようと思っちゃうわね。うん、
確かに。みんなこう思ってて、一番大事なんていうのは、とにかく遠くボルトから逃げ切るっていうよりかは、うん、ボルトの身長より高い上に行ってくださいと。もうこれが大事やねん。津波の高さよりも高いところに避難する、うん、それが津波指定避難ビルであったりとか、うん、高台って言われてるところね、うん、あとは頑丈な建物上階っていうのがこういったところ、うん、OK? はい、はい、ここまでなんか追いついてる？はい、大丈夫です。なんとかいける、はいはいはい、じゃあ続いて3つ目、家族と待ち合わせしてしまうっていうことね。これ NG 行動。なるほど。例えば地震が発生したら、僕いつも言ってない、家族と話し合ってって、はいはいはい、どこで落ち合うのかとか、うん、どうするのか詳細の時間まで話し合ってと。だからそれがちょっと頭になんか入れすぎたのか、うん、自分が被災した時はここに集まろうねって家族と約束したから、うん、そこが危険かどうかもわからない状態でやっぱ戻っちゃうとか行っちゃうと、うん、もうかなり危険ね。だから地震が発生した南海トラフかもしれない、まあけどみんなはもう携帯も見れないしニュースも見れないっていう状況下だったら、うん、やばい、待ち合わせした自分の子供がね、まるまる小学校におるってなったらすぐそっちに迎えに行っちゃおうって。かわいそうや、泣いてると思うし、その気持ちもめちゃくちゃわかんねん、親御さん、うん、僕も自分の命より大切な子供の命やからね、うん、やっぱ子供が泣いて怖がってたらどうしようって、だから助けに行ったろっていう気持ちもあんねん、迎えに行ってあげないと、うん、でまだパッて見ても津波っぽいもん何も来てないし、うん、だから家族と一緒に逃げようと思って家族と待ち合わせした場所に行くと、それが全員が助からない結果になるかもしれないと。あ、うん、東日本大震災とかもね、僕1ヶ月入ったけどやっぱそういう話を聞いたよ。だからまあ本当に大切なのは、津波っていうのは家族と一緒に逃げるんではなくて、おのおの個人で逃げるっていうことがすごく大切になってる。もうそれはもう津波イコール個人プレイみたいなんで認識しとってもらってもいいと思う。で子供たちとか、じゃあおじいちゃんおばあちゃんどうするの、うん、おのおの個人プレイなんかできるわけないやろっていう気持ちもすごいわかる。 その時には近所って言ってね、うん、近くの人で助け合うっていう言葉も最近は出てきてるから、うん、子供は後で交流すると、うん、もう子供の命は無事だっていうことを願って、うん、自分も安全なところに逃げないと。自分が危険な状態になったら子供と絶対会えないからね、うん、まあそこは覚えておいてほしいなと。なんか一つお話聞いたことがあって、うん、大きな地震が来た時に、まあ、とある小学校で津波が来るぞってなって、うん、先生らは、うん、とりあえず待っとけっていうふうに指示したらしいんですよ、うん、そうやね。で有名な話、ね、その中で、うん、ある子は、うん、もうこれ高く行かな逃げなあかんって言って、うん、先生の指示を無視して高いところに行ったら、うん、結果その子がね、助かって待ってた人が流されてしまって、うん、逃げた人が助かったって。それって先生悪い？いやこれ何とも言えへんなっていう。自然災害が悪いって思うだけか、まあ、先生を責める人って多分レスキュアーズの視聴者にもいないと思うんだけど、ね、なぜこういうことが起こったのかというと、うん、もう僕何回も言ってるけど、みんなの想像を超えた時に人の命って奪われるから、うん、先生の想像の範囲内を超えたわけよ、うん、災害は、うん、だから命奪われただけであって、うん、先生が悪いとかじゃないね、うん、今までほんじゃ何人死んだん災害で数え切られへんやろ、ね、何百万人何千万人何億人って多分災害で亡くなってるわけやんか、うん、その人たちは頭悪かった、運動神経悪かった、いや違うわけよ、はい、みんなの想像を超えたものが絶対来るから、うん、それが災害や。だからもう本当に何だろうな、自分が取るべき行動っていうのは絶対間違えないっていうことはすごく大切、うんうん、っていうことはもう過去の教訓をもとに今後どうしていくのかっていうところを僕たちは学んでいかなくてね、うん、はい、じゃあ続いて紹介していい？はい、はい、4つ目、はい、自分の大切なものを持って逃げようとするっていうことね。気持ちわかんねんでこれ、うん、ね、やっぱり消防の仕事って生命および財産を守るって書かれてるな、うん、簡単に言うと生命っていうのは命、うん、で財産っていうのは皆さんの大切な家であったりとか物とかね、うん、こういったものを消防は命をかけて守ると、うん、簡単に言うとね、うん、だからこんだけしっかりと書かれてる文章があるぐらい、皆さんにとっての財産って命と同じぐらい大切な思い出もたくさんあるよね。わかる、すごいわかる、けどそれを持って逃げようとするっていうのは本当にやめてください。もうこれだけは絶対です。はい、やっぱり僕防災バッグって持って逃げるものどっちって言ってる？非常持ちだし、うん、防災バッグは持って逃げるなって言ってるね。そうですね、そう持って逃げるな、なんです。なぜかというと
防災バッグって避難生活が始まって被災生活ね、被災生活が始まって1週間2週間をどう乗り越えていくのを、その時にこれがあったらいいよねっていうのを備えてると、うん、水とか非常食とかを入れてるよね、だからもちろん、うん、ってなるとめちゃくちゃ重くなってくるわけ、うん、災害って、うん、もう一回言うで、うん、みんなの想像を超えた命って呼ばれるやろ、うん、災害は何が起こるか分からん状態、うん、簡単に言うと、うん、何が起こるか分からん状態で、うん、重りつけて負荷をかけて、うん、その判断どうすんのって、うん、逃げれんの、もし右に行かなあかんっていう瞬間が、うん、遅れるんじゃない、うん、あと 100m 走らなあかんのを遅れるんじゃないって、うん、だから僕は防災バッグ持って逃げるなって、もうなんだろう、レスキューハウス始まってからずっと言ってる、うん、4年も5年ぐらいね、うん、ずっと言ってる、うん、これをテレビで全然もうもっと取り扱ってほしいよ、だから自分の大切な財産、命と同じくらい大切なものであったとしても、それを持って逃げようとする、例えばね、うん、おじいちゃんからもらった形見なのか、うん、お父さんとお母さんと作った何々なのか、もう分かんねんで、僕も子供からもらった手紙めっちゃ大切やもん、うん、めちゃくちゃ大切、あんなお金100万円横にあっても僕は子供の手紙を取りたい、やっぱり子供が初めてパパ大好き、こういう手紙とかって僕にとってはかけがえない財産、これはもう何よりも大切なものになってくる、本当に命と同じぐらい大切な財産があるわけ、けどこれを持って逃げるっていう気持ちもすごくわかる、けどこれは絶対やってはいけない NG 行動っていうのはもう徹底して頭に入れておいてほしい、確かに1階にいて2階に大切なものがあって、とっさの判断で2階にバーって上がっていきそうですね、確かに、うん、ほんまにそれは、うん、ね、これがペットとね、うん、同じだよ、生命やねんけどね、ペットも、うん、まあ本当自分のまずは個人プレーね、じゃあペットと一緒にって共にじゃなくて、まずは個人プレーで命を助かる、その後助けに行くと、で間違いなく人間よりも身体能力ペットは高いから、だからペットも後で合流することが大切だね、 OK、うん、じゃあ最後5つ目、はい、これはすごく大事なところで、うん、多分テレビでもそんなに大きく言ってないところやねんけど、うん、ハザードマップを信じるっていうことは絶対にやってはいけない NG 行動、いや体調でもそれいつも体調減ってることと全然違う気がするんですけど、あ、これね本当にめちゃくちゃ大切なことで、はい、僕はハザードマップは決して安全マップと言ったことないね、ハザードマップっていうのはリスクマップ、リスクマップって何かっていうと、はい、洪水がここ来るのかな、津波ってここ来るのかな、土砂災害の危険ってあるのかなとか、うんうんうん、避難場所ってどこなのかな、避難所どこなのかなとか、うんうん、液状化ってどうなのっていうところの情報が分かる、これがハザードマップね、うんうん、これは決して安全マップじゃない、 OK、 津波の浸水エリアってこの辺ぐらいまで来るだろうなみたいなのは、うんうん、プロが考えてくれてるよもちろん、うんうん、けどもう一回初めから同じことずっと言っていい、うん、僕なんて言ってる初めからこの回、災害っていうのは、うん、人の予想を超えた時に命って奪われるんだよ、うん、ハザードマップって人の過去の予想をもとにこの辺来るだろうなを、まあ、プロの専門家たちが作ってくれたもの、ハザードマップは安全マップと認識してる方めちゃくちゃ多いねんけど、うん、これは絶対ダメ、うん、ほんまにダメ、もうダメ、ダメ、ダメ、OK、うん、もうダメって何回言うねんっていうぐらいダメ、なんとなく整理できてる、追いついてなかったら追いついてないって言って大丈夫です、大丈夫、はい、本当に安全マップじゃないから、あくまでもこの地域って、あ、津波来る地域なんだな、うん、近くに津波来るな、あ、自分の家は切ってないからいっか、うん、これは正常性バイアスで一番やったはいけないことね、正常性バイアスっていうのは自分の脳がもう危険を感知しても、いやそれは危険じゃない、大丈夫大丈夫、地震なんか起こらんから、起きたことないからこの地域、うん、津波なんか聞いたことないで、そんなもうここなんかちょっと高いしな、いけるやろみたいな、まあ、こんなん正常性バイアスってよく言うんだけど、もうこれも人間が確実に必ず起こる心理状況のような正常性バイアス、だからハザードマップを安全マップと思ってる方が結構多くて、これは絶対間違い、ハザードマップはあくまでもこの地域のリスクってこういうことが起こるかもしれないよね、うん、っていうのが地域に近くにあったらやで、うん、それを来るわけよ、うん、超えて来るっていうことを何知っておかないと、それで人の命って奪われてるんだから、だからここもここって津波来ないエリアだよね、だから避難せんでええや、津波警報出てるけどええやろ、うん、だってハザードマップ俺見たで最近みたいな、うん、全然なんか浸水もなんかエリア入ってなかったで、俺見たばっかりやからええよみたいに言ってたら飲まれて亡くなってしまう、逃げるのを諦めるとかね、こんな最悪やで、助かるはずの命や、これを俺からしたら助かった命や、だから本当にハザードマップは安全マップと思って、あ、
大丈夫だって思うことは絶対やってはいけない NG 行動ね、うん、あくまでも危険ってどんな危険あるんかなっていうのを知ることができるハザードマップ、それをもとに自分たちはどういう行動を取ろうかっていうのを話し合うっていうことが大切ね、うん、OK、はい、で、うん、じゃあ隊長に最後に、うん、まあ、整理も踏まえて、うん、リアルにお聞きしたいんですけど、隊長が家にいて地震が起きて何分後かに津波が来ますってなった時にどういう行動を取られますか。まずは、はい、津波が来るっていうこと時点で海溝型なわけやんか、はい、海溝型っていうのは揺れが長期に続くわけよ、はい、数分間続くと言われてると、うんうんうん、まあ、数分間続くってことは破壊的な縦揺れではないから、うん、まずはちゃんとデルタゾーンであったりとか、うん、自分の安全確保がね、うん、柱に捕まるなのか、うんうんうん、まあ、こういったところで安全確保します、うん、で次が余震本震かいつ来るか分からへんわけやんか、うんうん、じゃあここの場所で行く、はい、一応家で、あ、家、ね、家だと僕、はい、あの近くにちょっとでっかい川があるから、うん、そこを遡上していって津波が来る可能性があるよね、うんうん、それ家には息子おるの、それは息子は幼稚園行ってる、どっちにする、保育園行ってるパターンで行きましょう、うん、OK、はい、じゃあ子供が保育園に行ってるパターンであれば、はい、まず車で保育園に行くっていうこととかは絶対しない。で僕はまず津波警報が鳴ってます、うん、南海台風来るかもしれないってなると、うん、え、津波指定避難ビルっていうのが5分圏内にあるから、うんうん、まずはそこっていうのを頭に入れて、うん、近くの人にも伝えてあげるかな、ここのこれに避難、津波指定避難ビルあるよとか、うん、で例えばここ大阪やんか、うん、大阪っていうのは大阪市で あると約2時間後とかに南海台風の津波が来るよ、うん、まあ、2時間ぐらい猶予はあるわけ、うん、これで言うと本じゃどうする、高知県とか和歌山県とか猶予がない県で行く、どっちがいい、猶予ある県だからそれを知っちゃってるから僕は、そうですね、全然パニックにならない、ない方でいきましょうか、ない ない方ね、ない方ってなるともう垂直避難っていうことを頭に入れるから、うん、じゃあ揺れが収まりました、うん、揺れが収まってこのままもう一回揺れるかもしれないから防災バッグを持って整理して、モバイルバッテリー、ニュースをつけてみたいなのを絶対しない、絶対しない、もう揺れが収まったタイミングですぐに出ます、うん、すぐに外出る、うん、なんか外に出るなっていうけど記事見たことあるとか、なんか SNS 見たことあるのになみたいな思ってる方も多いけど僕はすぐに出ます、なぜなら大津波が来るっていうのをもう分かりきってるから、うーん、OK、 もう数分後に津波来るっていう東日本大震災が来たっていうこともあるから、うん、もう本当に垂直避難、うん、で垂直避難できる場所って高台、うん、高台って高台ないやこの辺、うん、どうする、いやどうしましょうやろ、まずは小学校の近くにあれば小学校の上階、はい、マンションの上階、オフィスビルの上階、はい、こういったところが徒歩3分圏内にあるのかどうかっていうのを、うん、まあ、考えてそこに避難するかな、うん、で避難するときには必ず笛とライトとモバイルバッテリーは近くに置いてるところあるからそれだけ持って最低限に行ける、うん、で近くの人とかおじいちゃんおばあちゃんとかに手を取ってね、助け合いながら一緒に避難していくかな、うんうん、OK、 お子さんのことは後でも、じゃあその時はもうとにかく自分の、うん、そうなの、お子さん保育園だよね、では、うん、それが分かってる時点で自分が助からないと子供を助けに行けないから、う、ね、確かに、うん、もう数分で来るしって分かってるわけよ、うんうん、高知県とか和歌山とかね、うん、三重県とか、うん、もうこういった来る場所も特定されてるから、うん、そういったところはもうすぐにまず垂直避難、うん、子供同行は後、うんうん、はい、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、すごくいいんじゃない、その、うん、例えば南海トラフ臨時情報発令されて大津波警報が初めてみんなビクビクしたんじゃない、うん、津波来るかもしれないとかね、まあ、だから今回やってはいけないことっていうところだけでも頭に入れてもらえたらなと思います、はい、はい、ということで今回の動画は以上となります、よかったと思う方はいいねやコメント、チャンネル登録お願いします、助かる命を助けるために、大腸、おい、レスキューハウスの就労継続支援について教えてください。いいよ、何について知りたい？どういった方が対象なんですか？対象となる人は障害や病を抱えている方で、生きづらさや働きづらさを感じている人やで。それって家から出れない人でも行けるんですか？今はね、在宅ワークって言って自分のお家でできる作業っていうのがあるから、それでも OK。 対象者って大阪に住まわれてる方限定ですか？うん、うん、大阪の方だけじゃないよ、関西と関東でも募集してます。興味ある人ってどうすればいいですか？興味ある方は会社のメールにまずはご連絡ください。その後僕とオンラインズームするからよろしく。